こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、昨日ね、まず最初の話はエジプトで大会が行われてまして、ここのオープンボディビルでリーガン・グライムスが来年のオリンピアを決めたので、そこのね、振り返りをしていきたいなと思います。で、この大会は結構著名な選手が出るってことで注目されてまして、まずこの優勝したリーガン・グライムス。これトップ5のね、映像なんですけど、ど真ん中、リーガン・グライムス。あとは、リーガンの隣にいる黒人の選手、サムソン・ダウダっていう、同じでミロシコーチに習ってるんですが、アーノルドクラシック UK、イギリスのアーノルドで準優勝した選手。そして、その隣にいるもう一人がモハメド・シャーバンという選手で、今年のオリンピアでトップ10に入っている選手です。オリンピアの戦績はね、このモハメド・シャーバンが一番いいんですけど、そんな感じでトップ選手がいっぱい出ていたり、あとは、結局出なかったんだけど、セドリック・マクミランとか、ハサン・ムスタファも出る予定だったっていうところで、注目されてました。で、リーガン・グライムスがその中で優勝したということで、ただ圧倒的な優勝だったかっていうと、そうでもないかなっていう感じですね。で、リーガン・グライムスのいい点としては、やっぱりまずこのバックラットスプレッドした時の背中の広さだったりとか、あとはコンディション作りっていうところが、ミロシコーチに変わってからかわかりませんが、結構うまくいっている気がして、腹筋とか見ても、しっかりと筋肉のね、盛り上がりだったりとか、立体感っていうのが出ているし、足のストレーションなんかも、例えば2位とか3位のサムソン・ダウダー、モハメド・シャーバンと比べて、しっかりと彫り深く出ているし、そういったところで今回ね、勝ったのかなって思うんですが、フロントダブルバイした時の背中だったりとか、二頭のピークだったりとか、そういったところをもっと強化していかないと、オリンピアでいざじゃあトップ10を狙いに行こうって言った時になかなか難しいんじゃないかなっていう気がしました。で、2位のモハメド・シャーバンに関しては、多分、オリンピアとか、その前のね、出てた大会ぐらいの感じで出てたら優勝してたんじゃないかなとは思うんですよ。足がものすごくこの人は太くて、ふくらはぎも、でかいし、上半身も丸っこくて、背中のポーズ取った時の立体感っていうのも、脊柱のさ、ボコッと出てる感じがすごい、選手なんですけど、そういったところはリーガン・グライムスよりあるように見えたし、ただ、コンディションが少し甘いのか、お腹周りとかがね、リーガンの方がすっきり見えていて、筋肉の形っていうのもしっかりと出ていて、フロントポーズではリーガン・グライムスに負けてたと思うんですよ。そういったところで今回準優勝だったかなって思うんですが、やっぱただ、そのコンディションが同じレベルになるとリーガン・グライムスはサイズ差っていうのがね、やっぱりどうしても出てきてしまうかなっていう気が今回もしました。で、3位だったサムソン・ダウダは、ものすごく美しい体を持っている選手の一人なんですよ。ウエストが細くて、で、そこから背中がね、V 字にワイドにグワーッと広がっていく。特にフロントダブルバイした時は、バキュームもするんですよ。オープンボディビルに正直バキュームが必要なのかどうなのかっていうのは、わかりませんが、それぐらい腹筋のコントロールもしっかりできていて、本当上半身、下半身、クラシカルな美しさっていうのがあるんですよね。アーノルドとか、ああいう時代の美しさはあるんですけど、正直そのオープンボディービルダーとして見たときに、筋肉の迫力だったりとかさ、ものすごい、やっぱ体重無制限のさ、いくらつけてもいい筋肉、ダルマたちの戦いってところで言うと、線が若干細く見えてしまったりするっていうところがあって、そういったところで、今回はね、負けてしまったかなっていうふうに思うんだけど、皆さんぜひね、このエジプトの大会の感想とかあれば書いてもらえればと思うんですが、でもリーガン・グライムスはね、本当にクラシックフィジークから出てきただけあってさ、やっぱプロポーション綺麗に保ってて、どんどんでかくなっていて、まだその成長段階の選手だと思うので、ミロシコーチに代わってね、ここからどういうふうに進化していくのか、多分ここからはもう大会出ないでオフ取るんじゃないかなと思うので、でかくなってまた絞ったリーガン・グライムス楽しみにしていたいなと思います。ということで、次の話はね、アマチュアの選手の紹介なんですけど、ニック・ウォーカーとかをさ、アマチュアの時から紹介していて、プロになって、今年オリンピアでトップ5入ったじゃないですか。オープンかボディービル212かわかんないけど、今後ね、確実に、有名になるだろう選手。今年絶対プロになるだろう、これはっていう選手を紹介します。それが、カルロス・トーマス・ジュニアっていう選手で、この選手前も紹介したことあるんですが、コーチがね、パトリック・チューワっていう、ジェームス・ホリングセットとか、イアン・バリエルとかを教えている、コーチなんだけど、その人に習ってる選手です。いくつなのかがさ、正直、わかんなくて、20代だと思うんですけど、わかる人いたらね、教えてください。大学か大学院かこの前卒業してたと思うんだけどさ。ということで、この人は、めっちゃでかいんですよ。足も太くて、で、ウエストが細くて、背中が広くて、腕ぶっとくてっていうことで、めちゃくちゃいいバランスを持っててね、すごいでかい選手です。弱点は、やはりまだね、
ここから先っていうところであると思うんですよ。バックポーズ取った時の、バックダブルバイした時の背中のもっとこう広く広がっていく感じだったりとか、立体感、厚みってところがもっと欲しいなって思うんですけど、横から見た足なんかもすごい太いし、筋肉も丸っこいし、胸もね、まあ、ちょっと特徴的な形をしている選手で、まあ、左右差が若干あるはあるんだけど、ものすごくね、爆乳なんですよ。もう、グラビアアイドルだったら、もう、爆乳天使みたいな、わかんないけど、まあ、その名前でね、売り出せそうなぐらいのおっぱいをしている選手でもあって、まあ、すごく注目されてます。まだね、これでアマチュアです。あと2ヶ月後ぐらいの、ナショナルズっていう大会で、まあ、プロ狙うんですけど、まあ、この選手は今後ね、まあ、ボディービル212に行くか、オープンに行くか、まだ決めてないらしいんですが、まあ、どっちに出ても、まあ、活躍していくんじゃないかな。特にこのやっぱ足持ってるっていうのは強いなっていうね。ブランドン・カリーとかもさ、すごい細いウエストで背中持っててさ、コンディションなんかもさ、まあ、いつもいいし、今回のオリンピアだってかなり良かったと思うんですけど、やっぱその足ってところが引っ張ってると思うんですよ。足引っ張ってるっつだけあって、やっぱ引っ張ってるとこがある。それでもこのカルロス・トーマス・ジュニアっていう選手は、足をね、もうすでに持ってますから、あとはま、背中だったりとか、まあ、プロになってって、どんどん成長させていけばね、まあ、そのニック・ウォーカーみたいな活躍っていうのができてくるんじゃないかなと思うので、やっぱね、こう、アメリカとかまだまだね、新しい世代のボディビルダーっていうのが出てくるというところで、まあ、楽しみでございます。ということで、まあ、今日最後のお話は、まあ、今、パトリック・チュはコーチの話したんですけど、まあ、IFBB プロって、まあ、アマチュアもそうだけど、ほとんどの選手がコーチ誰かしらついてます。例えば今の選手だったらこのパトリック・チュア、イアン・バリエル、クリス・バムステッドのお兄さんね、今年オリンピアに出ていた彼もこの人をついてるし、クリス・バムステッドだってイアン・バリエルとかをコーチにしてたりもするんですよ。で、日本だってジンさんとかは山本先生とか岩子コーチついてるじゃないですか。で、アマチュアでも元気さんとか佐藤さんとかあざみさんとかもコーチついてるじゃないですか。まあ、そんな感じで、結構そのコーチをつけるっていう人は今どんどん増えてきてるんですよね。やっぱ IFBB プロになるなら、IFBB プロで活躍するなら一人じゃダメだ、コーチをつけなきゃいけないみたいなさ、感じになってるわけですよ。で、まあ、日本人だと、やっぱ日本のコーチをつけるっていうのがさ、まあ、普通じゃないけど、まあ、言語の問題とかもあって、そっちの方が意思疎通もしやすいし、いいっていうのもあると思うんですが、まあ、世界で戦うってなった時に、世界を知ってるのは、世界のコーチたちなわけですよね。例えば、ブランドン・カリーのアブドゥラとか、あとは、レイモンド・エドモンズとか、アンドル・ファーガソンとかを教えている、コーチとかね、ごめんなさい、名前で忘れしましたが、あとはハニーランモットとか、そのオリンピアで勝つ、オリンピアで優勝するために、一番いいコーチたちっていうのは、オリンピアを知っている人たちだとは思うんですよ。オリンピアンを輩出している人たちだとは思うんですよ。その人たちの体を作ってきてるわけですから、ということで、まあ、今回はですね、まあ、二人しか見つけてないんですが、日本人で海外のコーチをつけている人たちっていうところでですね、紹介したいと思います。ぜひコメント欄に、この人も実はね、この海外のコーチつけてるらしいよとかあれば教えてください。まあ、海外のコーチとべったりやってるわけじゃないと思うんですけれども、まずは、岩上健人さんですね。岩上健人さんは、アリエル・カッツ・アルベルトっていうね、メンズフィジークとか、まあ、クラシックフィジーク選手を多く教えている、まあ、コーチを一応つけてるみたいです。で、まあ、誰を教えてるかっていうと、まあ、例えばね、クラレンス・マックス・パーデンっていう選手。まあ、この人もよくオリンピアとか出ている選手なんですけど、とか、あとは、今年オリンピアに出ているロドリグ・チェズニアとか、コーリー・モーリスとか、あとは、ダニエル・アモンズかっていう選手。まあ、この辺の選手を教えてます。なんで、メンズフィジークでオリンピアに出てる選手を結構抱えてる人です。あとは、まあ、この人ですね。今年、まあ、結構名前した人いるんじゃないですかね。ハトクマも今年名前を知りました。エリン・バンクス。オリンピアメンズフィジークで準優勝した選手。この人も教えてるんですが、この人に岩上健人さんは習ってるのかな？詳細はわかりませんが、いつもね、投稿にこの人のこと載せててね、多分習ってるのかなっていうところで紹介させていただきました。興味ある方はね、この人のインスタグラムも載せてるので、ぜひチェックしてもらえればと思いますが、あとは、清水太一さん。まあ、清水さんはまあ有名ですけど、今クリス・カミアにね、習ってます。で、まあ、アメリカにいて、今、クリス・カミアと一緒にポージング練習したりとか、トレーニングを一緒にしてます。まあ、清水太一さんは、だから本当にね、楽しみ。クリス・カミアとかに習って、クリス・カミア今だってプレイオンとかも教えてますし、本人がもともとさ、めちゃくちゃ有名なボディビルダーなわけじゃないですか。その人に実際に教えてもらって、そのオンラインとかじゃなくて、もうポージングも間近で見てもらって、トレーニングを間近で見てもらって、でかくしていくっていうことで、まあ、どこの大会出るか分かりませんけど、本当にね、まあ今その怪我してトレーニングのリハビリとかさ、筋肉を戻すってところからだとは思いますが、
めちゃくちゃね、成長するんじゃないかなと思ってね、勝手に楽しみにしてます。ということで、清水太一さんは、クリス・カミヤに習ってます。ということで、まあ、いつかね、本当だから、どんどん IFBB プロになってったら、こういう有名な選手とか、まあ、アブドゥラとかが、ブランドン・カーリーと一緒に日本人のコーチを教えてさ、向こうで一緒に日本人がトレーニングしてるとか、そんな映像を見れるかもしれませんが、まあ、どんどんね、IFBB プロっていうのになりやすくなると同時に、コーチをつけるっていうね、日本人の選手たちっていうのも増えていくのかなと思いますので、次はね、どんな人がどんなコーチをつけるのか、その辺もまた楽しみにしていたいなと思っております。ということで、本日は昨日行われたエジプトの大会、そして今後行われるナショナルズに出てくる楽しみなアマチュアボディービルダー、そして日本人でね、海外のコーチをつけている人っていうことで簡単に紹介させていただきました。今日の動画はここで終わりです。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ボタンのクリック、ぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。